自立型無人潜水機 NGR6000、 機体から音波を発信することで海底の地形や地層を知ることができます。最大の特徴はその潜れる深さです。この海のドローンを使うと深さ6000メートルの深海の世界を知ることができるようになります。海底に眠る希少金属レアアースの採掘につなげようと、日本がアメリカからおよそ10億円かけて購入。今年夏、レアアースがあるとされる東京の南鳥島沖の海底データを得ることに成功しました。高解像度、高精度のデータでレアアース採掘の作業効率アップにつながりそうです。暗い暗黒の世界になるわけで、その暗黒の世界にレアアースだとか、こういうたくさんの海洋鉱物資源が眠っているわけでございます。新しい世界を海の見える化の中で海のドローンを使って作り上げていくことができるんじゃないかと思ってます。今後、海のドローンの活用で海の環境調査などが進むことも期待されています。